6インチ天体望遠鏡に取り付けられた合計5 0ト、mm、ルのファインダー。望遠鏡のファインダーは案内望遠鏡とも呼ばれ、目標とする天体を視認し、望遠鏡へ導入するための付属品である。一般的には望遠鏡に同化する定倍率、甲子屋の小型望遠鏡で主望遠鏡と並行に取り付けて使用し、視野内には通常十字線があって、その交点に、 目標の天体を導くと狭い主望遠鏡の視野内でも見えるようになるというものである。天体望遠鏡の本体は低倍率にしても視野はそれほど広くないため、主望遠鏡だけで目標の天体を視野内に導入することは容易ではない。低倍率で高視野のファインダーを使うことで、主望遠鏡へ素早く目標の天体を導入することができる。 ジョン・ハドリーが製作した反射望遠鏡の図、H がファインダー。望遠鏡 H の支援で、共闘は容易に天体へ向けられと述べられている。望遠鏡と平行に小望遠鏡を取り付け、望遠鏡への天体導入を容易にするという、ファインダーの概念を考案したのは、クリスティアン・ホイフェンスと言われる。実際にファインダーを備えた望遠鏡としては、百二十二年に、 ジョン・ハドリーが製作した放物面鏡を採用し、光景が大きく実用的なニュートン式望遠鏡には、すでにあったことがわかっている。ファインダーを通して見た風景。十字線が見え、倒立像となっている。ファインダーは、その役目を果たすためには、光軸が常に主望遠鏡の光軸と平行になっていなければならない。そのため、望遠鏡を使用する前に、 ファインダーが望遠鏡と同時に同じ対象が見えるように調整する作業が必要で、調整を行うための機構もファインダーには備わっている。ファインダーの接眼レンズには通常十字線が刻まれており、ファインダーと主望遠鏡の平行が出ていれば、十字線の交点に目標を捉えた時に、主望遠鏡の視野中心にその目標が見えるようになっている。 一般的なファインダーは小型のケプラーン式望遠鏡でファインダーを覗いた時に見える像は倒立像となる。天体望遠鏡では倒立像でも機能的に問題ないがより便利に使えるように途中にプリズムを挿入し成立像が見えるようにしたファインダーもある。また暗い視界でも見やすいように十字線を暗視や照明で照らせるものもある。 接眼レンズの光学系には、ケルナー式を採用しているものが多い。仕様の表記されたファインダーの例。この場合は、6倍30ミリ。望遠鏡型のファインダーには、双眼鏡にあるものと同じような、仕様を表す数字が表記されている。この表記は、×で表されており、例えば、630と書かれていれば、倍率が6倍、対物レンズの後径が30ミリメートルであることを、 示す。一般的なファインダーは、光景が2ないし5センチメートル、倍率は高ないし10倍程度となっている。星雲や星団などの淡い天体の観察に、目標を直接視認するためのファインダーは、なるべく光景が大きい方がよく、5センチメートルを超えるファインダーも使われるが、本体の望遠鏡とのバランスも考慮する必要がある。ファインダーの取り付け金具は、 ファインダーの共闘を受ける取付部と、脂肪塩鏡にファインダーを取り付けるファインダー足からなる。足は、脂肪塩鏡の共闘、もしくは接眼部に取り付けられ、ファインダーを脂肪塩鏡に対して、しっかりと固定しておく役目を担う。取付部には、ファインダーの調整を行うための、ファインダー方向修正ネジが付いており、3本、または6本の小ネジがある。小ネジには、 ローレットがついている。3本のネジのものは取付部の内径を共闘の直径に合わせたり、オーリングを入れたりして、取付部そのものが支点となるようになっており、6本のネジのものは前方3本と後方3本からなり、前方のネジ3本は締めておいて支点を作り、後方のネジ3本で調整を行う。小ネジにはロックナットがついていて調整が終了したら、 ロックナットを締め付けてネジを固定し、ファインダーが動かないようにする。当バイファインダーの代表的なものの一つ、テルラドの LED ファインダー。アメリカのアマチュア天文家、スティーブ・クフェルドが、ノルデン爆撃照準機の設計概念をもとに開発した。ファインダーには、一般的な望遠鏡型のファインダーとは異なる形式のファインダーも存在する。その中でも、 比較的よく普及しているのが、等倍ファインダーである。倍率は一倍で、レンズはないので、肉眼と同じ明るさの天体しか見ることができないが、視野が広く、成立像で、望遠鏡の向きがわかりやすいという利点がある。最も単純なものは、覗き穴式ファインダーで、望遠鏡の前後にあるかなぐの穴を通してみた、対象が望遠鏡の視野に入る、というものである。 同じ方式で細いパイプを通してみるものもある。また、ガラス越しに覗いて、その視界に LED やレーザーなどを使い、小準用の赤いコーテンや十字線を浮かび上がらせる仕組みの倒倍ファインダーもあり、これはドットサイトファインダーとも言う。ファインダーは、それなしでは望遠鏡を使えないとも言われるほど、天体望遠鏡にとって大切なもので、共闘に、 必ず付属していた。しかし、自動導入装置が進歩、普及してきたことから、ファインダーは必須の付属品というわけでもなくなりつつある。ありがとうございます。